やっちゃうよ、レキシャンでーす。さあ、ということで、今日もやっていくんですけれども、はい。今日はね、どうしよっかー、今日の動画どうしよっかーってね、悩んだ結果、グラチャリでもいいんですけど、このグラチャリ実はちょっと危ないところがあって、2敗で始めると、最悪1試合だけで終わっちゃうっていう事故が起きるので、ちょっとね、まあまあ、始めるなら、まあ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 、ということで、今日はね、マルチの解説を、あとそう、今日はちょっともう家に帰るの遅れちゃったんで、あれっす。なんだっけ、動画1本で、1本祭りでいきます。ということで、このデッキは何に弱いと、暗めに聞かれて、まあね、軽く、適当に答えるのもあれなんで、まあいいやつで答えよう。ですね、まあこのデッキが何に弱いかというと、あのテンプラ、ここはゴーストなんですよ。なんですけど、俺ゴースト、こっちから見た方が早いな。よいしょ。ゴーストあと10枚なんで、さすがに10枚ね、課金でやるってなると、多分5万ぐらいかかっちゃうんで、5万はちょっと、めんずいな、みたいなね。まあまあまあ、もうちょっとしてからね、徐々に。別になんですかね、課金できないこともないんですけど、その、やっぱ、全部課金してる人、あのケンツだとかみかんさんとか、100万ゴールド、ゴールド完走して最近上限上げやったけど、その100万以上持ってる人いるじゃないですか。そういう人見てると、まあ、あのシーズン終わりの宝箱とか、あとグラチャレの宝箱とか、全然なんかもう楽しみじゃなくなっちゃうんですよ、あれ。なんでそのやっぱり、まあね、あのパズドラの一番最初の方と同じで、あのね、やっぱあのゼウスを取るところあたりまでがやっぱ一番面白いんですよね。あそこ取ってきてからもうだんだんね、なんかインフレしてきて、ちょっとね、強いのがいっぱい出てきちゃってね、あのゼウスのところが面白かったっていうことで、まあパズドラにも、このね、クラロワにも言えることは、まあ、途中が一番面白いでね、まあゲームどれでもね、そうなんですけど、あのゼウスまでが一番面白かった、正直ね。にじくりで、わかるかな、伝わる人いるかな、にじくりでヘラ取って、そうそう、3コンぐらいしてね、ノーコンでいける時もあるんだけど、運だから、正直3コンぐらいしてヘラ取って、にじくりパーティー でそれで戦闘、ほんとなんだっけな、俺何で言ったっけな、3色のやつ、あ、忘れた、3色で9倍になるやつだっけ、イシスだ、イシス7.5 やっけな、イシスイシスでヘラ入れてみたいな感じで、ゼウス20個ぐらいで取って、懐かしいな、あの頃、その頃が一番面白かったということで、クソほど多分聞いてる人の、でも多分半分以上わかる、この聞いてる人は、俺が中2か中3ぐらいの時なんで、多分俺より、まあ例えば5個年下でも小学生だったらなんかパズドラやってそう、やってないかな、さすがに分かんないけど、まあ、とりあえずクソほどどうでもいい話は置いといて、さっきねチラーっと見たんですけど、いろいろまああって、勝ちリップ負けリップ、勝ちリップ負けリップ、勝ちリップ負けリップみたいな、そう、ほんで、まあこのデッキの主に相性のいいデッキは、ジャイ、ゴレ、コカツ、代表的な、あとスケフリか、そうかな、まあスケポはもともとスケフリに相性はいいんで、まあね、そんな感じで、まあ代表的なやつはそんくらいかなと。ホグは言うて、なんだろう、もう相手の立ち回り次第、正直、まあそれはどの敵にも言えるんだけど、あの悪いことはないですね。ただ圧倒的にいいかっていうとそうではなくて、俺がまだそのことの真理にたどり着いてないだけかもしれないんですけど、ホグの勝率は多分今のところ7-3か6-4、まあその数字多い方が勝ってる方ですね。7割か6割で勝ってるって感じですかね。割と負ける。でジャイ3種とか3種シリーズは、工場3種は別にいいんですよ、やつは。ガゴムレとギャングしかいないんで。ただコウモリが鬱陶しい、このデッキになってくると。なんで、そのジャイ3種の、まず、解説リプ。で、やっぱり、どうしても、ダメージは、入っちゃうんすよ。ただ、こいつら、後半とかなってくると、スケラも、後半になってくると、この重いユニットしかいないんで、前半マジで、手札回すのが難しいんすよ。これ。
でとりあえずこっちに、あ、なんで2番にしちゃったの俺、バカ野郎バカ野郎。はい、まずその一回止めるか。キングタワーの前にあのポンプ置かれたらおとなしくポイズンします、俺は。でだけど後ろに打ったら、後ろにスケラ打って出てきたユニットごとポイズンで巻き込みますね。はい、ということで覚えておいてください、教科書にこれテストに出るんで。でまあまあ 3C ですよね。で基本的にポイズンまたはバルキリーが手札にあるときは二次勇士は無視ですかね。インドラ、そうインドラかな。インドラとかマジで使わなくてこいつで、二次勇士は後でバルキリーで処理したい、バルキリーかポイズンで処理するのが類想かなと。まだ自分の中でそのこのスケラを使い始めて いつだろう、多分昨日が初めてかな。なんで1日か2日ぐらいなんですよ、立ってて2日。本当にこのボーラースケラっていうのに触れてこなくて、ただ今はあのスケラにもともと慣れてるっていうのとパワーカードで押し切ってますね。なんでパワーカードじゃね、カードパワー、これは美味しい。真ん中にそうそうそうアイスウィズをやっぱ無視しがちなんですよ、放置しても5、600しか入らないんで。なんですけど逆にそのアイスウィズ無視してきたこと逆手にだってどうぞスケポイみたいなね。まあ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 と。でこれで何出そうって迷ってインドラ出して、ああそれが来るってなって、先にトルネオを出して、はいと。まあこれ確かアイスウィズインドラで一発も入らなかった気がした。これマジで強い、この本部は。こうなったらほぼ勝ち確っすかね。あとは焦らずに、手札にポイズンもあるんで焦らずに一重比の方かな、ボーラー、うんそうだよね。でポイズンだけで処理したいんですけど、何かしらのユニット出してね、インドラとか出せばよかったですね、ここで。ポイズンの中に30種とどめて30種処理とかすればよかったんですけど、ちょっとねマヨチピアでしたねこれは。でこれはあのコウモリを処理してこのボーラーでね、もう後ろまで処理するっていう、もう優秀で、こうなったらもう勝ちなんですよ。もうあのリズムが崩れてっていうか作れて、序盤に大ダメージ、もしくは1本折ったらもうあとは攻める必要がないんで、もうイモリタイムです。イモるだけ、もうユニット出してイモるだけで、まあこの辺はちょっと遊びながらね、遊びがてらにやるんですけど、もう何されても勝てないんで。おっと、ちょっとこのスタンプは見ないでくださいね。そうそうそう、あの5タップです、完全に5タップですね。お、よく5タップしちゃうんすよ本当に。もうねこのスタンプやっぱね5タップしちゃいます。ということで、はい、ジャイサンシの勝ちリップ。まあこれは相手がちょっとヌーブだったかなというのと、まあ一番大きいポイントはあのアイスウィズをね完全スルーして、エリアがちょっと取られているのにもかかわらずエリポン置いてしまったと。それが相手のあれですね。あそこでエリポン置くとやっぱアイスウィズスルーしなきゃいけないんで、真上にコウモリ置いても相手はそのギャングとかが間に合わないみたいなね、地獄パターンに入るんですよ。あとはどんなんがあったかな。あとクロスに勝ったやつは割と微妙かな。やべ、決めてね決めてないって事故ね、直ったら。まあこれ日本人だからあれですね、晒すのも良くないので、これでもいくか。これは相性いい。あ、でも相性いいの見るよりあれかな、相性良くないの見た方がいいかな。さてはどうなんだろう。決めてから取れって話ですよね。すいません、ちょっと俺もうこの解説パーティンを慣れてなくて、これ多分確かこのクロスは相手を苗させてあれですね、ボコしたやつですね。相手が途中で諦めたんですよ、苗ちゃって。すぐ苗る、もう本当に最近の若いのは。で、あれなんですけど、まあ、いっかも、これで。なんつうんですかね。ゴレは、ロケット、ゴレロケットだと、割と渋くて、インドラだけ出すじゃないですか。で、後ろにメガゴとか出されて、インドラ守るために、バルキリーとかで蓋をしなきゃいけないんですよ。蓋っていうのは、そのインドラ出して、まあ、頭で想像してください。ゴレ出てきて、インドラを出して、メガゴ出して、何もしなかったらインドラがぶん殴られて死ぬじゃないですか。それをさせないために、インドラより前に、バルキリーとか体力の高いユニットを出すことを今後俺の動画で蓋って言います。まあ、これもミカさんの言い方の真似なんですけどね。で、蓋をしないと、ユニットが
死んじゃうんで、そう、こう後ろからインド出して、エレキ出すんだっけ、ポイ出すんだっけな、ポイだった気がする。エレキめっちゃ構えてんな、エレキ構えてポイ、そうで、ここは多分アイスウィズか。あー、で、そう、これがきつい、マジで痛かった。エレキの位置が高すぎたがゆえに高すぎくんでしたね。これはマジでしんどい。でしかもこれね、あの穴掘りに対移って、しかも穴掘りが生きて、もうこの地獄、地獄コンボですね。まあこっから勝つね、見とってくださいって、よう見ちゃれと。赤犬ですよ、赤犬、人類みんな赤犬ですから。まあこっから 1-0 で勝つんでね。まあゴレっていうのは大型呪文なかったらこの1000とか、まあ30神も言えることなんですけど、穴掘りあればいいんですよ別に。ただジャイサンシとかゴレってこの1000を削るのが異常にきついんですよ。なんで正直2000、まあ一緒ではないですけど、1000耐えられても2000耐えられても、まあ一緒ですね。一緒ではないですけど一緒です。でこれが来て、ここはスキャラとか焦ったら負けるんで、とりあえず後ろからボーラー出して、ゴレのカホリがしたんですよ。異常なほど。ゴレのカホリがしたので、おっとゴレが来たと。で、これはボーラーの一発プラスポイズンで、やつがあのように行くので、って思ったら、3発ぐらい当たっちゃったんで、これポイズン使うのもったいねえと思って、トルネしちゃいましたね。で、ここで相手がもう大型呪文ねえなと読んで、もうユニット出すだけ。出すだけですね。こっからもう守るんですよ。とりあえず守る。で、もう一体バーンって出して、確かボーラー出して、インド出して、で、インドにメガゴとか出てくる読みのアイスウィズを真下に置いて、そう、で、メガゴ出てるでしょ、ほら。それで、そう、穴掘り、これはユニットにやってんのかなと思ったけど、無視。これは無視っすね。穴掘り無視してもギリ落ちないんですよ。なんで、無視して、とりあえずスケラをぶち込む。で、こういうところでエリアドを取って、まあちょっと止めるのが20秒ぐらい遅かったんですけど、20秒前の映像を、頭の中でちょっと思い浮かべてください。で、これで、ユニットめちゃくちゃ出したじゃないですか。あれ、スケラ打っても、言うて守られちゃったりするんですよ。なんですけど、こうやってユニットバー出して、相手に、エリクサをもうすっからかにさせるんですよ。それで、もう俺のユニットが今、アイスウィズ2体、インドライ、満タンのインドライ1体と、進化系のバルキリー1体って感じで、スケラが打てるんですよ。言うて、この相手には、あんまりポイズンが刺さらないんで、なんつうんですか、個体シリーズっていうか、俺個体シリーズって勝手に呼んじゃってるんですけど、またスタンプ押してるね。まあまあまあ、広告が入って、まあそんなんつうんですか、ベビドラだとかメガゴだとか、まあダクネにはちょっと刺さるんですけど、あとゴースだとかポイズン打ったって意味ないんですよ、細かくないんで。なんでとりあえずこういう相手には大型呪文があったら、あんなのもうトレーでまとめてロケットでドカンで全部死んじゃうんですけど、もうザップしかないやつとかは、相手バーってユニット出して、あと、まあインドラの、まあある程度相手の攻めの形を想定して、インドラの近くにそのメガゴを出すから、その近くにアイスウィズを置いてみたいな感じで、ちょっとちょっとだけ考えて、ユニットバー出して相手のエリクサすっからかに刺してから5コスでスケラ打つと。いう感じで、結構まあもともと大型には相性がいいんで、もうそこで取った5ぐらい取っアドを取って、取ったアドでどんどんもうユニット出した相手を枯渇させるみたいな、エリクサを枯渇させるという感じでマルチ一戦したいと思います。これでね、6人なんだろう、わかんない、えい、てんてんてんつってんてん、おーっと知り合いですね。これはこやつは確か、前俺の、おっとですね、これは。よろしくと。さすがに。でも俺、引き分けあんましないんですよ。あんましないっていうか、相手が、ロケット打ってきても、何してんだろうみたいな感じで攻めちゃいますね。引き分けしようって言ってる人は一人もいないんで、なんか勝手に、たまーにいるんですよ。勝手にやってくる人が。でも、まあ戦おうぜって感じで、ね。橋前30試したり。まあ橋前30試はさすがにしないですけどね。ポンってエリポン置いたりとか。相手なんすかね、この間違い。この人はもともとアウトロー迫撃全盛期でめちゃくちゃグロー2桁っていうか、めっちゃ上の方とか30何位ぐらい確かいた気がするんですよ。この人そのくらいアウトロー迫撃が上手い人なんですけど、まあシーズン序盤っていうのもあり、なんすかね、
正直スケラー待ちたい。あのこのデッキで本当はこのバルキリーの中がゴーストなんで、このデッキだとゴーストとあとなんだアイスウィズが初手で切れるカードになってますね。なんですけどクソほど妥協するとエレキウィズまたはバルキリーあたりもなんすかね、まあ切れるんですけど初手から。まあでもこうやってバルキリーバンって出してインドが後ろから来たりとか、ラババンって同サイドに出されたりしてもクソほどうざいじゃないですか。なんでちょっとやっぱ渋りたいですね。あのこれで俺あんまり待たないですよ。言うて大型使ってても30使っててもこのスケラ使っててもあんま待たないんですけど、アイスウィズだったら絶対出してます。なんですけどもう何回もそれで我慢できなくなった俺がバルキリー出して同サイドにラバとか来て何回も痛い目見てるんで、さすがにね。あとそういう時に限ってインドラが一番後ろだったりするんで、なんでここはちょっと待っていきたいですね。よいしょ、バルキリー出して、ファルチェかゴレかな、それかバルーンフリーズとか。あーバルーンフリーズ臭いですね。あバルーンフリーズ臭いですね。これは圧倒的バルフリ臭ですね。これはあ、はい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 、よいしょ、これバルフリじゃないですね。よいしょよいしょ、今のエレキでリセットが来ましたね。あまたリセット、ういうい、いや言うてきついな。さては、まあでも言うてわしにはスケラがあるんで、スケラじゃねえ、何言ってんだ、よいしょートルネーボーイなんですよ。わしは生粋のトルネーボーイなんで、何言っちゃってんすかね、本当によくわかんないですけど、よいしょ、いやこれ割と入るぞ、ふん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 、いやーこれインドラ出したら、あったら出したいな。まあ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 相性はいいですねこれ。確か確かじゃなくて、何言ってんすかねさっきから、確かっつって。これもうボーラー端前出して引き寄せちゃいます、ピューつって、はい、よいしょ、いやこれ渋いな、気づいた、渋い、いやこれ攻めすぎかな、このポイズンいらねえ気がする、俺の第六感がそう言ってる。何言ってんすかねさっきから本当。よいしょよいしょ、よいしょ、バッカー食らいたくないもん、いやーじゃじゃーっとドンと。あーこのファルチェも逆サイドに持っていきたいですね、トルネで。まあまあ言うてインドラで美味しい交換ができているんで、ここいらで一発、俺が変なプレイしなければ勝てますね。これ穴掘りが裏に来るんで、バルキリーを当てて手札回して、よいしょ、あーこれザップは早いですね、よいしょ、ここでアイスピとか出してきたら結構やるなって感じでした。よいしょ、でこれスケが来て、あーファルチェか、よいしょ、殴れ殴れ殴れ、頼むから一発ぐらい入れてくれ、あ二発入れた、オッケー、よくやった、オッケーオッケーオッケー、グッドゲームと。まあ知り合いなんでねここはグッドゲームですね。いや正直相性が良かったんですけど、最初のあのバルーン一発食らったのはあれは正直守れると思いました。で、あのスケートかアイスピードが見た感じ、ファルチェって見るとやっぱファルチェフリーズってあんまりいないんで、まあザップかなと思って、あそこでフリーズかけられてたら焦りながらキングにバルーン吸ってキング起動って感じだったんですけど、まあね守れるかなと思ったら一発入っちゃいましたね。まあでも後半の動きは割とやっぱ相手もギリギリまでザップとか打ちたくないんで、こっちもトルネとかは、トルネってあれなんですよ、
別になければトルネなしで押せれるのがベストなんですけど、てかマジで撮影してる時の知り合い率っていうか日本人率がめちゃめちゃ高いですね。昨日も焼き鳥当たって、まあこれはマジで多分あのこれもめっちゃ相性いいです。正直ザップとアイスピがあってインドラ止まるといえど、こっちはまずエレキ、インド、アイスウィズとトルネで穴掘りを受けるバルキリーと、もうこれ以上のカウンターはないんじゃないかっていうぐらいのカウンターデッキですね。でファルチに強いボーラーもいると、カウンターデッキですね、間違いなく。で相手は大型地もないんでスケラがぶち込めるとカウンターデッキですね。ということで、まあ今日はねいい感じになれたんじゃないかなと。あとまあ動画の時間今日はあんま気にしてないですけど、別に1本だからね、今日出すの1本なんで別にいいんじゃないかなと。でさっきツイートしてこうやってあの動画今から撮りますみたいなツイートをして、そんで、で5分後ぐらいにね、ミカさんが今から撮りますみたいな感じでデッキと12勝無敗のあのあれをしてたんですよ。で俺の動画のじゃないツイートのコメント欄に待ってますみたいなコメント5人ぐらいくれて、ああよしよしよし、なんか早く撮ろうみたいな、待ってる人いるかと思って、ミカさんのコメント欄にチラッて見たら同じ人が3人ぐらい待ってますって言って、ああもうこれミカさんに俺の客が座れちまうよと思いながらね、まあそのツイートもしようかと思ったけど、まあ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 そんなツイートしてる暇があったらね動画を撮ろうみたいな、まあこんな喋ってる暇があったらね動画をやめてね動画を上げちまえってところではあるんですけど、まあ焦んなとまだ焦る時間ね。でそう今日フチがツイートしてて見てる人いるかいないかわかんないんですけど、ポノスがあれなんですよ、知ってる人はっていうか半分以上知ってると思うんですけど、毎日出社してゲームをやるっていう、そのもう仕事がゲーム、プロゲーマーっていうもうまんまそれですね。もう出社してゲームをやるって感じでやってて、まあ多少ねそのなんかやったりその文字打ったりとかする時もあるんですけど、基本的にはクラロワやるっていう感じで、で今まで大会があってそのマルチをやる暇がなくて、もう本当前日空港に行って待ってる間に暇つぶしでマルチやるとかそんくらいだったんですけど、今回は長いシーズンプラス7000トロ7000が狙えるプラスオフシーズンなんでずっと日本にいて電波がいいのと、あともうねシーズン終わりも何もない日、何も予定がない、詰まってない日に迎えられるっていうのはもう素晴らしい、もうこれ以上にないぐらいの今回のシーズンなんですよ。なんで今日ずっともう本当7時間ぐらいかずっとみんなでマルチやってて喋りながらね、いや本当毎日が楽しいですね本当に。横でいてでなんかちょっとスナイプするかとか言って隣のてんちゃんとかスナイプしてみたりとかジャイ使ってるんで、まあ、結局スナイプできなかったですけど、潜ってるタイミングでこっそりインドラ墓石トルネアイスウィズ入れてジャイをボコボコにしようとして、そのねスケラでなんかスナイプしようとしたりとかしたんですけど、なかなか当たんなかったですね。そしたらなんかみかんさんがフチのことをスナイプしたのかなんか知んないけどグラチャレで当たっててボコしてましたねマジクソ笑ったって感じで、まあね今シーズンは本当ずっと毎日出社してマルチができるっていうめちゃくちゃ素晴らしい環境なんで、ワンチャンね取る6700は多分余裕でいけると思いますね。6800、まあいけたらね本当7000はやっぱ自分にはちょっと早いかもしれないですけど6900あたりちょっと目指したいなと思いますね。ということで今日昨日紹介したスケラで押し目だということで、まあねそんな感じで今日の動画は終わりですかね。まあまだそのなんだろうこの重すぎてね手札周りとか次のカードが何とか、あとなボーラーの位置とかなんだろうねそこら辺トルネの位置とかそこら辺まだ甘いかなと。スケラに関しては割と理解がもう深いかなって感じなんですけど、あとジャイ三重士に対する相手がされて嫌な立ち回りが分かんない。穴掘り三重士だったら自分が使ってたんで分かるんですけど、ジャイ三重士はマジで分かんない。コウモリがいるだけでマジで来るんですよ本当に。エリない時の工場コウモリのうざさったらないですね。ということでクソほどいらない会話をっていうかね話をね最後の30秒ぐらいにして終わりにしようかなと思います。ということでね今日は24分だ動画やば活かしてんな。ということでお疲れ様でした。あちなみにグロ135ですね。熱々のアズがさ
出しちゃった。